皆さんこんにちは。インスタライブを始めていきます。今日は、ちょっと前からインスタグラムの投稿でもさせていただいた DWJ のお知らせと、あとは新商品ですね、2個今回ご紹介をしていきたいと思います。はい、質問とか気軽にコメントしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。今日デビューなんで、はい、どうも。後ほど彼の商品紹介をしていただきます。はい。あ、ちょっと皆様見ていただいてますので、はい、ちょっと私の方からは、まだ発売してない商品ですね。ちょうど BW で4月の19日から発売開始する商品になります。線が。はい、こちらのドクターエルメスデロのブラックのご紹介です。と画面が見づらいですけど、ピンク持ってくるぞ。ピンクの方ですね、一昨年から発売をさせていただいてるんですけれども、ドクターエルメスデロの方ですね、このピンクの方は、一昨年から発売してまして、今年の4月19日からこちらの黒色のバージョンを発売いたします。はい、で、まあ、黒なので男性にも使いやすくてですね、マットブラックですごい高級感もあるような見た目になっております。で、特徴としては、まあ、エルメスゼロの特徴を受け継ぎつつ、出力がですね 30% アップになっております。はい、なので、男性の方ですね、結構ヒゲとかは太くて濃い毛が多いので、強い力で照射してあげることによって、より効果が出やすくなってくるかと思います。まあ、エルメスデロの特徴を引き継いでますので、ちょっとゼロのご紹介をしていきます。ドクターエルメスデロはですね、まあ、一番の特徴というのは、撫でる光美容っていうのですごく照射が早い脱毛器になってます。皆さんちょっと他の家庭用脱毛器使ったことあるかわかんないんですけど、結構この連射ができるものが多いんですけど、この一照射ともう一照射目の間にチャージ時間っていうのがあって、この機械がもう一回の光を照射するのに準備する時間がかかるんですね。それが結構1秒、2秒、3秒とかかかったりして、3秒ってそんなにないじゃんって思うかもしれないんですけど、実際こう服を脱いでこうやって打つとすると、その3秒がすごく長い、めんどくさいなみたいな感じに感じる時間なんですけれども、このドクターエルメスデロはそのチャージ時間ですね、電車の時の1照射目と2照射目、次の照射の間のチャージ時間がゼロの脱毛器になってます。なのですごい早いです。ね、他の脱毛器使ってたので感動しました。モーター音がめちゃうるさい。切りますね。はい、あ、でもちょっと実際に照射したいと思ったので、まあ、一旦後で実際に照射をお見せしますね、そのスピードは。はい、で、あともう一つの大きな特徴としては、肌色を自動で検知してレベルを調節してくれるっていう、光コンシェルジュっていう機能がついてます。サロンさんとかの脱毛っていうのは、美容院さんがね、実際に施術する人の肌の色を見ながらレベルを調整して機械を当てていってくれるんですけれども、家庭用脱毛器っていうのはやっぱり自分でこの肌の色を見てどのぐらいの光のレベルにするかっていうのを自分で決めなきゃいけないんですね。肌の色が白い方は照射レベルを強く、黒い方は照射レベルを弱くするっていう風にするんですけれども、まあ、その目安がね、一応ドクターエルメスデロは5段階レベルの強さがあるんですけれども、自分で判断するのなかなか初心者の方だと難しいかなと思うので、まあ、強すぎると痛いし、弱すぎても効果がなかなか出にくいので、このレベル調整っていうのが結構家庭の脱毛器では重要なところになってきます。で、なのでこのドクターエルメスデロには肌の色に合わせた光の自動調節機能というものがついてます。ただ白いところと黒いところってやっぱり日焼けの具合によって、レベルの調節が必要なので、自動でやってくれるっていうのはすごくありがたい機能ですね。連射をせっかく連射が早くてもね、わざわざこうレベル調節してるとすごく大変なので、はいですね。
あと特徴としてはアタッチメントが2つついてます。今ちょっとこれサンプル品なので1個のアタッチメントしかないんですけれども、アタッチメント部分が取れるようになってます。でこのアタッチメントがもう1個ありますね。で1つが、お顔用、フェイス用で、もう1つがボディとビキニ、体用のアタッチメントになってます。でなんでアタッチメントを2つ分けてるかっていうと、まあそのあんまり体やった後に顔同じアタッチメントでやりたくないなっていう気ももちろん1個あって、でもまあもう1つ重要なのが、このフェイス用のアタッチメントにはエステのサロンさんでいうからフォトフェイシャルっていう光の美容技術が入ってます。あのフィルターの部分にですね、有害な波長をカットして美容の波長にするっていうフィルターが入っているので、お顔の脱毛しつつ美肌の効果も得られるようなフィルターが入ってます。はい、ですね。なんで、まあ、脱毛もできるし美顔器の効果もあるっていう一石二鳥のアイテムになっております。はい、ブラックももちろんあの美肌の波長っていうのは変わらず、フェイスアタッチメントは入ってますね。はい、あとは何だろう、さっきの肌色検知っていう面でいくと、安全面としてはこの2つの縁の上と下が肌にちゃんと密着しないと照射ができないようなあのセーフティーガードがついてるので、誤ってこう上に照射しちゃったりとか、知らない何もないところの空間に照射しちゃうっていう心配はないですね。はい、っていうぐらいかな。で、まあ、どのぐらい差が出てるのかというと、さっきちょっとちらっと見せちゃったんですけど、一応3ヶ月間週1回お手入れをしていただいて、これぐらい結果が出てます。これは多分脇の毛だと思うんですけど、指の毛とか細い毛だと、どれぐらいだろうな、1ヶ月とかでなんとなく薄くなってきたなっていうのは私は実感しました。はい、どうですか脱毛は。脱毛めちゃめちゃ興味あります。結構その脱毛もね、はい、あのメンズ脱毛っていうのも流行ってます。あ、そうですよね、すごい今流行ってる。はい、はい、なので、まあピンクじゃなくて黒色の色が出たっていうことで、もちろんあのご家族とかで、ね、買っていただければ、こちらのアタッチメントがですね、約20万回ですかね、照射ができるようになっているので、本当200回近くあの全身のケアができるような計算になっているので、もう自分の脱毛が終わった後はもう他の誰かにしてあげたりとか、まあ、一緒にやってもいいし、本当にコスパもすごくいい機会になっております。今ちょっとこのコロナ禍でね、サロンにも行きづらいような状況が続いてるかと思うので、サロンさんにも行きつつ、その間が空いてしまった時間はご自宅で自分でケアをしていただくと、より脱毛の効果が高まるんじゃないかなと思います。でこちらのブラックはですね、先ほども申し上げた通り4月の19日から発売となります。お値段が、税抜きで51,800円、税込み56,800円となっております。ピンクよりも2000円だけ高い、まあ、出力アップの分ちょっとそちらそこはねお値段をいただいておりますが、お値段以上の商品かと思いますので、ぜひあのビューティーワールドジャパンにお越しの方はですね、こちらの商品もお試しいただけるようになってますので、フルールラボのブースによって、まあ、どんな感じかなっていうのを見ていっていただけたらと思います。はい、ではお次の商品紹介に移りたいと思います。はい、ありがとうございました。ちょっと場所をチェンジします。はい、すごい緊張しますけど、はい、あ、はじめまして、名前とかも名前は、まあ、営業さんなんで、あ、そうですね、はい、あのクルールラボの営業してます、オタベと申します。はい、
そうですね、本日はですねスリムパッド、多分以前にもスリムパッドそう、ちょっとかな多分やりました、スリムパッドやりました、はい、ちょっと白いやつあのこのボディ用の貼り付けるゲームですね、はい、あったと思うんですけども、それと同じシリーズでスリムパッドから、今回この商品レグネスって言うんですけども、足用に特化したEMS の、機器になります。で、こちらなんですけども、今年の2021年の1月から、販売されてまして、まあ、主にその、TV ですね、テレビ通販、はい、テレビ通販とかあとはまあその一部カタログとかで、はい、売られてる商品になります。でこちら、まあ、ちょっと実際に、まあ、使っていく前にちょっと説明しなきゃいけないですよね。まああの結構今コロナで、まあ、外出が、まあ、行きにくくなったりとか、まあそのまあ、会社もそうですよね、在宅に多分なってる方とかすごい多いと思うんですけども、まあ、そうすると結構運動不足になって、まあ、その下半身の筋肉って、20代を超えてくると、まあ、徐々にその筋力が衰えていってしまうと言われてるんですけども、まあ、そのまあ筋肉のまあ衰えもこれを使えば、まあそのうんまあ、防止できるというかまあ改善、まあ、筋肉をまあ徐々につけていくこともできる、まあ、商品になってますし、まあ、結構その、まあ、僕まだあの20代後半なんですけども、まあ、ちょっとまあ見えるか見えないかはちょっと皆さんちょっとまあそこは任せますけど、はい、結構そうですね、なんか20代後半をこう超えてくると結構階段がきつかったりとか、早いですかね、まあ、そう階段ちょっときついなって思ったりとか、まあ、なんだろう、結構そう上り下りで結構息切れしたりとか、あともう走るのが僕あのフットサルやるんですけど、やっぱ昔より全然走らなくなったり、まあ、してるんで、やっぱそのなんだろう、足をこう持ち上げる力とか、まあ、その一歩踏み出す力、足を踏み出す力っていうのがやっぱ衰えてるなってすごい実感があって、まあ、そういうのって結構50代を超えてくると、まあ、顕著に現れてきたりするんで、まあ、そういう足のお悩みを持ってる人に対してもこの商品はもうぜひあのおすすめしたいと思ってます。はい、ということでじゃあ実際にいいですかじゃあ実際にですねこれどのように使っていくかっていうのを、はい、説明していきたいと思います。まずですねちょっと見えますかね、まあ、ここあの LED のパネル表示になってるんですけど、まあ、この下に、スタートのボタンが、この電源のボタンあります。ここをですね長押しします。はい、これで本体の電源がつくんですけども、なんとこのレグネスですね、この部分にリモコンがついてるんで、これでいちいちしゃがまなくてもですねこれ使えちゃうんですよ。ここがすごいポイント、まず一つ目ですで実際にこれを使う時なんですけども、まあ、椅子に座った状態で使っていただいた方がよろしいかと思ってます。でちょっと椅子に座る、今僕椅子に座ってるんですけどどうしますかね、まあ使わなくてもいい、あでも使ってもいいですよ、いいですかじゃあちょっと実際にどんな感じで使うかを、まあ、ちょっとお見せできたらなって思うので、少しカメラのアングルを下に、はい、させていただきます、ね。あ、ギリギリ見えます。あ、ありがとうございます。で、どうしようかな。まあ、靴下脱が脱いだ方がいいかな。まあ、実際に使うときはね、靴下を脱がなきゃいけないので。そうですね。ちょっと脱ぎましょうか。一瞬。よいしょ。実際使うときは、靴下とかは脱いで使ってください。で、これあのモードが2つありまして、まあフットモードとレッグモードっていうのがあるんですけども、まあ、あのフットモードは結構その足裏ってすごい大事で、その立ち上がった時とかのバランスを足裏でしっかり支えるので、まあ、そこを鍛えたりとか、まあ、刺激もそんなに強くないので、まあ、足裏のマッサージのような、まあ、感じの刺激になります。でもう一つがレッグなんですけども、レッグモードは結構その足の筋肉
このふくらはぎの部分まで、ちょっと足見せようか、このふくらはぎの部分まで結構鍛えられるモードになってて、あ、ちょっと今ピーってなっちゃったんですけど、これ安全装置で足をこのレグネスに乗せてないと自動で電源が、まあ、消えてしまうという、あの、もう安全装置もバッチリついております。はい、で実際に足をこういう風に乗せて、でじゃあ今回ちょっとフットモードやレッグモードにしようかレッグモードをやってみたいと思います。今レッグモードを押したんですけど、そうすると、まあ、そのちょっと見えないかもしれないですけど、さっき言った LED の、まあ、部分がレッグ、まあ、モードがレッグとフットあるんですけどレッグになります。で実際今レベルが15段階あるんですが、今レベル0でプラスボタンを押していきます、ね、押すと、次、まあ、これ時間も15分で自動に消えるようになってて、その LED のパネルに残り時間が表示されます。今15分ってなってます。で今レベル1なんですけど、2にして3、徐々に上げていくとレベルの、まあ、本数が全部で5本あるんですけど、15レベルなので1本3レベルになります。で、まあ、こういう風にちょっと結構結構刺激が今すごい来てるんですけど、足がめちゃめちゃ動いてて、動いてる、わかるか、あ、わかりますか、すごい、もう右足がなんか飛び跳ねるぐらいアングルがうまく、そうですね、ありがとうございます。このように、まあ、心地よい刺激ですね、すごい、まあ、座ってるだけとか、まあ、仕事しながら、まあ、その座って、まあ、家事とかもする方もいると思うんですけども、まあ、そういった方に、まあ、テレビ見ながらでもいいんですけど、ながらケアというか、ながらこういう風にトレーニングをすることができます。はいですね、じゃあちょっとまあここまでにして一旦止めたいと思います。あ、刺激が、はいはいですね。でレグネスは、まあ、先ほども言ったんですけども、2つのモードが、まあ、あるんですけど、今ちょっと僕あの平らに使ってまして、実はこれあの持ち手になる部分があるんですが、ここがこういう風に、まあ、なんですかね、畳むことで、まあ、こう床に対して少し角度をつけて使うことができます。でこの角度、この何だろう、まあ、あのヒール、女性がヒール履いてる状態と、まあ、その逆の状態で、まあ、足にかける負荷もさらに変えることができるので、まあ、ちょっと刺激、なんだろう、あんまり、まあ、筋トレ初心者だなっていう人に対しても、まあ、この角度を変えることで使えますし、なんか物足りないなとか、まあ、普段からトレーニングされてもっとなんかビシバシ鍛えていきたいなって方に対しても、その角度を調整することで、まあ、その人に合ったトレーニングをすることが、はい、できますですね。はい、で、まあ、この持ち手、まあ、こういう風に持つことができるんですけど、まあ、このレグネス、まあ、結構大きいかなって思ってる方、画面の向こう側にいるかもしれないですが、実際これ 1.4 キロしかないんでめちゃめちゃ軽いんです。はい、まあ、そうですね、ちょっとすいません、僕が結構でかいんでちっちゃく見えるかもしれないんですけど、はい、これ 1.4 キロに、はい、なってますですね。はい、であともう一つ、あのヒーター機能の話もしていいですかね。はい、であのまあいろいろその他社製品とか、まあ、こういうフット足向けの EMS って出てると思うんですけど、まあうちがすごい、まあ、うちだけの他の商品にないものがありまして、それがあのヒーター機能っていうのがついてます。でヒーター機能は、まあ、大体40度前後ぐらいまで、まあ、この、まあ、この部分、足を乗せる部分が暖かくなるんですけど、まあ、それで冬場とか、まあ、すごい冬場ってすごいあの足冷たい方とか、特に女性とか、なんか末端冷えたりとかすると思うんですけど、まあ、冬でもまず足を温めながらこれを EMS で使うことができますし、まあ、そのヒーター機能のみでもこれを使うことができます。はい、すごくないですか、めちゃめちゃすごいでしょ、これレグネスすごいんですよ。で、まあ、あともう一つすごいのが、あ、ただちょっとそのヒーター機能を使うときはこのアダプター、あの充電するときに使うアダプターなんですけども、これをつなげながら使う必要があります。はい、でもう一つがこれパッド4つあると思うんですけど、まあ、ここあの電極が中入ってて、その何ですかね、まあ、足の
動き方というか、まあ、その電極プラスからマイナスに 電気って流れるんですけども、その方向にそのなんだろう足の、なんて言えばいいですかね、電極の電極のその流れによってその足の 動かされ方もちょっと変わってきたりするんですけど、このレグネスはその電極をその自動でここをプラスマイナス極を入れ替える、まあ、そういう特許技術を駆使しているので、まあ、その足裏をこう揉むというかタオルギャザーの動きをしたりも、その足を変えずに足の位置を変えずにすることもできますし、まあ、そのトレーニング、さっき言った、レッグモードのトレーニングっていうのもその足の位置を変えずに、はい、することができます。はい、お値段とか。お値段言っちゃってください。すいません、お値段はよろしいですか。お値段はですね、税抜き4万円、税込み4万4000円となっております。はい、一家に一台ぜひお願いします。そうですね、めちゃめちゃ、はい、そうですね、使い勝手がいいと思うので。で、この商品、今度4月の、先ほどおっしゃってた4月の19日のから3日間行われる BWJ っていう展示会でもこれ実際体験することができるので、ぜひ皆さん来てください。来てください。はい、じゃあ、はい、最後に、トークショーのお知らせと、はい、ブースのご案内をして終わります。使いますか。あ、使いません。それをお見せして、はい、展示会なんですけども、見えますかね、トークショーがありまして、1日目の19日月曜日、ビコアのビコアメゾット、まあ、メディカルフィットトレーナーの山口恵里香さん、結構ド S トレーナーですごい有名な方なんですけども、この方のトークショーがあります。はい。あ、ね、になって本当ね、この山口さんっていうのはすごくカリスマの方で、ね、一回体験のレッスンやらせていただいたんですけれども、すごかったですね。いや、すごかったですこれは僕も一緒にやらせていただいたんですけど、はい。で、2日目なんですけど、2日目がですね、見えますかね、この方、すごいメディアでも大活躍されてて、笑顔を20年間ずっと研究されてる、早稲田大学の、菅原先生なんですけども、この方のトークショーも、はい、2日目にあるので、ぜひぜひ。めちゃめちゃもう写真の笑顔めちゃめちゃ素敵じゃないですか、これやばいですよね。ちょっと僕も笑顔素敵になりたいんで、ちょっとトークショーすごい楽しみにしてます。両方ともトークショーの様子はこちらのインスタグラムの方でね、インスタライブで生中継という形で、流すつもりなので、このアカウントに見に来ていただければ、遠方の方、ご来場できない方でもトークショーの方を楽しめるかと思います。で、最後にブースのご案内ですね。ビューティーワールドジャパンご来場いただけるという方は、事前登録を最初にホームページの方でしていただきまして、一般の方でも来れますので、ぜひ登録していただいて、東京ビッグサイトですね、場所が西1ホール の, この1の L036 っていうクーラボの場所が分かります。黄色で塗ったんですけど割と大きめの場所になっております。はい、見つけられた。ちょっとあれですね、ぼやけちゃってるかもしれないです、文字が。あら、ピントが合わない。画質が悪かったかも。1の L036 という場所になっております。西1ホールですね、はい、はい、なのでご来場の際はぜひブースに遊びに来ていただければと思います。はい、もちろん彼は営業ですので。あ、そうですね、僕も、はい、いるので、営業でバッチリいるので、はい、ぜひ一言声かけてください。はい、見てるよって言ってくれると、はい、はい、ではこの辺でライブの方は終了とさせていただければと思いますので、はいありがとうございました。